合20分一般勝負を行います。青コーナー190cm 100kg リンスジャパン山本義久。赤コーナー185cm 104.5kg リンスロシアニコライズエーフ。さあ、共にこのリングスマットでおなじみの両者なんですが、2人は初対戦なんですね。意外ですね、はい。まあ、山本にとりましては、かつてこのズーエフから指導されたことがありまして、はい。リングスジャパンの面々は先生という形でね、呼び方でこのズーエフを呼んでますよね。どういった戦いになるでしょうか。何がこうキーポイントになりそうですか。そうですね、まあ、山本選手自身も言ってたんですけども、はい、今日はグラウンドで攻めてみたいということなんですけども、はい。まあ、やはりズーエフの方にですね、その田村選手の時のグラウンドでのスピードですね、そちらの方があるかなっていうちょっと感じがしますよね。軽くステップ山本義久、もう腰の方はすっかりいいそうです。でしかし、例えば和田レフリーがですね、練習の時外から見ていると、はい、まだちょっと腰をかばってるだという指摘を受けるらしいですね。そうですね、本人は全然意識ないじゃない人なんですけども、やはり腰をかばっている動きがあると。その辺を考慮しますと、まだ 100% にはもうちょっと時間がかかりそうな山本義久であります。おっと、スプラッキー、頭打ったか、上になりました。逃げ落ちます山本、上になりました。いつの間にか上、早い。まあ、山本選手ですね、非常に練習の中の動きが良くてですね、はい。なんか自分が天才かと思っちゃいましたよ、ね。山本武将炸裂させましたけどね、はい。いかにも山本らしいコメントであります。さあ、決めろという声も飛んでいます。上志保移行しようというんですが、それを許しません。下になっているズーエフ、今年の4月ロシアエカテリンブルグで大会が行われました。ここで前田明選手と戦いまして、敗れしました。この試合がですね、ロシアで引退試合となりましたニコライ・ズーエフです。まだもう少しこの日本ではこの戦う姿が見られそうです。早いですね、はい。前回長期のブランクからの復帰とともに、この山本義久、前田明選手のリングスラストマッチの相手を務めています。前回は確かその頭を、ね、金色に染めてきたんですけれども、はい、その試合が終わってから髪の毛を元に戻しました。あれは1日だけの特別だったらしいですね。しいですね。フロントスープレックスでしょうか。いや、足をかけていきました。かけたのは山本か。投げ落ちました。いい投げですね。多分こういった上になってるんですね、グランコントロールといいますか、ああいう技は多分おそらくズーエフは知らないでしょうね、山本選手がああいう動きをするというのは。はい、これでさあ、どういうふうに切りますでしょうか。かなりいい形です ね場所もいい。山本、余裕を見せています。おーと、反転させてしまいました。まだ続いています。まだこの体勢は続いています。戻した山本。これ切れば決まるんじゃないですか。決まりますね。この後かなり背筋力を要しますよね。山本自ら話したようです。体勢が繰り返ってしまいました。おーと、スリーパーです。どう締められた。首を取った。足首固めますね、山本選手の方が、はい。山本がよくやるんですけれども、これ同時目スリーパーが来た時、自分の足を引っ掛けるんですね。はい、そうですね。相手の足首にモンゴルのですね、サモロ選手と演じてですね。ああ、そうなんですか。はい、今山本が相手のこの素手の内側に肘を当てがっています。はい、あの辺に急所があるんですよね。そうですね。ぐるっと押し付けてエスケープを奪いました。おそらくズーエフが成長したと思ってるんじゃないでしょうかね。そうですね。2ヶ月ほど前田道場に滞在していた期間がありました、ニコライ・ズーエフ。その間に当時の若かった山本ですとか直田選手にみっちりと、教えたそうです。今はもうすでに2人とも十分それから成長を見せています。この年齢のことを考えますと、当然成長の具合というのは山本の方がはるかにしているわけでしょうからね。そうですね。おそらくズーエフが驚いているでしょう。今ズーエフが抑え込み返そうと思ったけど返せなかったですもんね。
まだかった、マウントか、マウントから早い、もうすでにこの体勢になっています。腕しぎの体勢です。逆襲、おっと足が頭に引っかかりませんでした。バックをわざと取られましたか。ちょっと山本選手、グラウンドのコンビネーションは良くなかったですね、今。はい、一つの技をすかされると一瞬止まっちゃいますね、動きが、はいはい、そこはズエフ狙われてますよね。腕しぎに入ります。腕が伸びました。重心の取り方うまいですからね、ズエフは。これはブレイク自らしていきました。これあれじゃないですか、ズエフを動かさせてですね、疲れさせようという作戦じゃないですかね、山本選手の。取った。足を踏ん張りました。倒されます。おお。投げ捨てるような格好になりました。ズエフが今足をかけて投げを打とうとしたんですが、2度ほどそれを答えて、あとこう打っちゃうようにして投げ捨てています。なかなか師匠に対してふてぶてしいですね。ねえ、まあ、前回のマイナスもそうでしたけど。出てますよね。5分経過。山本義久の持ち味であります。やっぱりこの山本選手が帰ってきて賑やかになりましたよね、初番勢がね。はい、まあ、今回はですね、高坂選手がアメリカ修行中ということでいませんけれども、はい、まあ、前田さん曰くね、はい、あれ、プロリングスジャパンはその山本選手、田村選手、高坂選手、水戸もの戦いになるんじゃないかと、まあ、中心になるんじゃないかという言ってますからね。そうですか、はい、さあ果たしてそういった予想通りいくものでありましょうか。おっと、ストップをかけた。どうしたんでしょう。あ、膝のパッドが外れてしまいました。まあ、しかしこれオールキャストジャパン勢がなった時が壮観でしょうね、おそらくね。はい、どの大会でそういったカードが実現するんでありましょうか。全ての顔を揃えてそれぞれが対戦していくという。お、自ら回転して首を絞っていきます。フロントのネックロックの対戦になりました。これどうですか。抜けましたね。これ十字が怖いですね、この後の。はい、はい、その通り来ました。十字、そして足を抱え込んでいます。足を離しました。足を離した。わーっと伸びてる伸びてる。これ危ないぞ。山本復帰第二戦は黒星なのか。いや、かけたかけた。足をフックしました。今かなり危なかったですね。危なかったですね。はい、じゃあついていきます。ちょっとヒヤッとさせました。今日の計量では100キロちょうどという山本義久。ズーフェフの方が 4.5 キロ重いという計量です。まあ、山本選手、試合前にですね、はい、今日ズーエフ先生の方がですね、動いてくれるならスピーディーな試合がしたいと言ってましたけど、はい、まあ、その通りの展開になりましたね。はい、こういう展開を一戦ごとにしていくうちに山本選手も本来の ね、そうですね、腰をかばわない見事な動き、はい、コンビネーションを出してくることでありましょう。まあ、やはり、ね、1年間という長期欠場でしたからね、やはり腰をかばうというのはやっぱ無意識のうちあるでしょうね。はいはい、もう完全にですね、その痛みはないそうなんですけども、その知らず知らずに腰を回しているらしいですね、練習中とか。 ね、はい、それはもう癖になったようです。実際ですね、ノルタメディカルアドバイザーに聞いたんですけども、はい、前回の前田戦の後ですね、ちょっと4日間ぐらい体が動かない状態になったという話なんですね。そうなんですね。そのやはり疲れがですね、腰に来ちゃうんですね。ああ、なるほどね。はい、おっと、これは張り付け状態になりました。腕重視です。ま、大丈夫ですね、この体勢なら。ブリッジをしているような格好になっていますが、これは怖いですね。これから腕十字りましたが、エスケープを取りました。これでポイントは1つずつ、ロストポイントは1つずつ。ハラショハラショ、これと言っている間に時計の方がどんどん回りまして、まもなく8分になります。はい、足を借りました。アキレス腱固め、リングの中央です。まだ完全には入ってないようです。ズーエフでもこの山本に対して一発では入らなくなりました。山本選手は足首狙われますね。はい、はい、足首をこの辺のようにひねっています。エスケープになりました。これは、まあ、大事を取るというか安全策でしょうね。はい、ズーエフずっと足首、アキレスは離しませんでしたからね。はい、まあ、この長いをするよりも一点切ろうというそういった考えでありましょう。山本義久
小手の中入ってきました。離れます。そうだね、膝蹴りが欲しいですね、山本選手ね。はい、数分けですか今の。上になっています、ニコライ・ズーエフ。ズーエフが今倒していったんですよね。そうですね、ね。また腕十字狙いです。いやその前に足が届いています。おっと、山本のロストポイントが3つになりました。前回の前田明とのスペシャルマッチ20分1本勝負で行われましたが、後半、まあ、両者に言えることですがスタミナ切れてしまいましたからね、やっぱりね。そうですね、まあ、それだけ、その思い出たっぷりスタミナを切らすような試合だあったことは間違いないんですが、山本が何といっても復帰第一戦という、そういったハンデがありました。山本選手の方もちょっとスタミナの方はちょっとまだ不安があるという話をしましたかね。その先ほども言いましたけども、練習で使うスタミナと試合で使うスタミナは違いますからね。さあこれはちょっと重々取られる可能性ありますね、あの山本選手の方が。あ、山本が腕を捉えています、左の腕です。あ、切って自分の攻撃をやめて、そしてディフェンスに入りました。山本は今足締めてたんですよね。それを諦めて自分のディフェンスに入り、今度は腕試技に移行しようとしています。このズエフから腕十字で1本取れればもう本物なんですけどね。あ、自分の腕で相手の足を取りましてひっくり返しました。どうでしょう、ダメですね。初めての対戦です両者。パルシのやはり技のスペシャリストは、そのディフェンスのスペシャリストでもありますから ね、 ね、はい、静かな戦いになっています。もう一回今度は縦方向に引っ張っていきます。これはこれはこれはアームロックですね。ああ、なるほど、ご覧のような対戦になりました。てっきり今までの展開によると、あの腕しぎに行くのかなと感じがあったんですけども、はい、アームロックでありました。あ、しかし山本はおお、ダウンか、ダウンダウンです、ダウンです。山本がラストラウンドに宣告されましたけれども、その直後にダウンを奪い返しています。山本はもうダウンは許されません。エスケープは一つだけできます。さあローキックなし、ローキック、ローキック、ローキック、ダウンか、これは違いますね、足を引っ掛けようとしたんでしょう。なるほど、回転してローキックだ。今度はモモの当たり、おハイキック、捕まえた、裏アキレスか、そのまま決めに行きます。おっと、かつて前田明選手がよく見せました裏アキレス腱型にも似たような形になりましたけれども、そこには移行していきませんでした。これは解いています。山本選手はローキック対応してますね、ハイキックになってると思いますね。下に注意、相手の注意を向けさせておいて狙い、おーと、入った、顔面に入ったぞ、崩れ落ちていきました。ニコライ・ズーエフ、ダウンは取られないようなしがみつき方を見せています。今入りましたよね、入りましたね、はい、あれダメージあると思いますよ。鈍い音が届いてまいりました。これも自ら解きます。とにかくエスケープロストポイントが4つと3つであります。山本の方はダウンはもう許されません。山本選手は打撃に活路を見出したんでしょうね、すぐ組みつつ神山さん、おーと、ナイスというタイミング、いいタイミングでした。アキレス腱型に入っています。さあギブアップしてしまうのか、復帰第2戦、山本芳久スタミナが切れてきたが、まもなく13分、アキレス腱型で取り返した、アキレスの応酬になっています。さあお互いにひもる、どちらが早くタップするんでしょうか。我慢比べになっています、我慢比べか、これズーエフがひっくり返しに来ました。この世代山本選手の山本が立ったのか、はい、山本が立ちました。さあアキレスを取った、逆エビの対戦になっていますから、これからどうするんでしょうか。ボストンクラブか、シングルのボストンクラブ、ウッド狙いを組み、入りません、これスイーパー右を回し込んだ、タップ、スリーパー入りました。足が1点して首狙いに引き換えています。山本芳久選手のおめでとうございます。山本芳久期待2戦、ズーエフ先生を下しまして白星であります。
13分30秒あらかじめによりまして山本義貞が勝利を収めています。今ちょうどズエフが苦しくて顎を上げたんですね、その時に言えましたね、ちょうど腕を、いいタイミングで右の腕を、ね、滑り込ませました。山本義貞練習ではもう万全、しかしリング上ではまだもうちょっと ね、時間かかりそうですね、しかしこの山本が帰ってきたことによりまして7人の侍がしのぎを削る、まあそういった十分な土壌が出来上がったわけであります。これからのリングスはこの選手を中心に、あるいは田村、成瀬、その他高坂、こういったところを中心に回転していくのではないでしょうか。スポットライトを浴びながら今消えていきました山本義久です。次の田村選手と勝った者が勝てばベルトの挑戦権が得られるかもしれないんで、ベルトを巻くっていうのは一つの僕の今の最大の目標なんで、僕昔からやっぱりチャンピオンベルトって憧れてましたんで、自分の腰にやっぱり巻きたいですね。今のままじゃベルトも似合わないと思うんで、これでどう変えていくかですね、自分が。一日一日無駄にせずに、9月まで僕がどう変わるか、比べてください。